今週のわかる経済ニュース。第5位、 USJ で大人気のあのイベントが始まります。ハロウィンコスチュームのピカチュウが出てきました。みんながこのパーティーを炎上して、明日からユニバーサルスタジオジャパンで始まるハロウィンイベント、大好評だったという去年に続き、ポケモンがハロウィンを盛り上げます。ここで USJ でお金チェック。皆さんの今日のご予算は2万で抑えたいなぐらいですかね。期間限定だけはこうちょっと使おうっていうタイプなんで、1人1万円ぐらいです。まあ、普段そのためにバイトとかしてるんで4、5万ぐらいですかね。ちょっと節約して持ってきました。頑張って捻出して謝罪します。第4位、グラングリーン大阪、あさって先行オープン。いよいよ。大阪最後の一等地と呼ばれた旧梅田貨物駅の跡地に造成されたグラングリーン大阪、広さは甲子園球場およそ 2.5 個分。飲食店や日本初進出のホテルなど全体の敷地の4割が完成しています。公園の中を歩いていても、ふと見上げるとですね、ご覧のようにカメラが何台も設置されていることが分かります。これ防犯はもちろんですが、さらにそこから読み取れるデータで人流解析、今どのエリアに人が多いのかなども見ていくということのようです。300台以上もの防犯カメラで人の流れも解析するそうです。まだまだ進化する大阪の街、どんな経済効果がもたらされるのか注目です。第3位、高島屋が早くもおせちの予約スタートです。去年大人気だった肉づくしおせちに、おかずがないスイーツづくしのおせち、さらにはアニメ「筋肉マン」のおせちも登場。中にはもちろん牛丼も。なるほど。うん、筋肉マンのように強くなれた気がします。佐藤さん知ってる？読んだことある？値段は5940円から324000円と幅広いですが、人気は3万円台とのこと。それにしてももうおせちの話と驚きますが、正直に言いますと、まあ、早くなっているんですけども、あんまり早すぎるのかなと個人的には思ってましたんで、 EC 専業代であったりとか、いろんな通販会社もはじめ競争が激化しておりましたんで、百貨店はですかみたいな踊り合わせも結構ありますもんで。そういうことなんですか。例えば EC サイト大手の楽天市場では、先月19日からすでにおせちキャンペーンを始めていて、通販などに対抗するため百貨店の販売時期も早めているということでした。なるほど。そして第2位、またしても値上げラッシュです。帝国データバンクによりますと、今月値上げされる食品が1392品目に上ることが分かりました。カカオ豆の高騰でチョコレート製品やアイスクリームが値上げされるほか、お弁当の救世主冷凍食品までも。調査会社は人件費の増加を背景とした値上げも増えていると分析しています。ちなみに値上げに対しこんな努力をする企業も。ロッテはチョコレートガーナの内容量を変えずに、満足感がアップする厚みを 3D プリンターで研究、ミリ単位で試作に試作を重ね、口の中に入れた時に5ミリから 5.5 ミリにアップした商品を昨日から販売開始しました。試しに食べ比べてみると、もう違う、厚みがあるのでやっぱり口の中でより大きく感じますので、全然違いました。チョコ好きとしてはやっぱり厚みあった方が満足度高い気がしますね。10月には3000品目前後の値上げが予想されていて、秋から懐が寒くなってしまいそうです。
そして第1位も値上げの話題。新米シーズン到来も米の価格は上昇中。先月から問題となっている米不足。先週取材したスーパーでは棚は空っぽ。新米がわずかながら入ってくるものの、入荷しても30分ほどで売り切れる状態でした。そこで9月に入った今週こそはと、新米の入荷で米不足が収まっているのではと、今日の正午頃に取材に行ってみると、こちら、先ほど入ったばかりのお米でございます。なんと米があった。しかし正直申しましてですね、あまり状況的には変わっていません。入ってくる数もまちまちですし、全くない日もあります。1時間から2時間の間にはなくなってしまうようなことが多いですね。さらに家計に追い打ちが。こちらのスーパーでは先週と比べ、米の仕入れ価格が5キロ当たり100円ほど上がったため、値上げをしなければならない状況だというのです。お米の品薄感がですね、まだまだ解消されていないので、やはり、供給側としてもおそらく、強気な値段交渉をなさっておられて、仕入れ価格そのものも、競争が起こってどんどん高くなっていってるんじゃないかなというふうに思ってます。